はい、皆さんこんにちは、トッキーです。今回はね、前回に引き続きサンドボックス、こちらをね紹介していきたいなと思います。はい、ということでこの動画見てください。ついに来ましたね、サンドボックスシーズン3。はい、ということでね、今回は、日本居住者限定スサノオ NFT をプレゼントする企画を発表ということでね、非常にねこれ最後まで聞いてもらうとお得に、ね、なる可能性があるので、ぜひ最後まで聞いてってもらえればなと思います。サンドボックス一体何なのかっていうことでね、まあ知らない人もいると思うので簡単にね説明するとですね、サンドボックスっていうのはメタバースのねプラットフォームで、そのねプラットフォーム内でゲーム内アイテムを作成したりとか、メタバース上のね土地を購入して自分のコンテンツを展開できたりだったりとか、その他のねユーザーさんが展開するコンテンツで遊んだりすることができるというねゲームです。で、現在アルファシーズン3ということで、3つ目のね、ものが始まっています。その間のね KYC 認証というものをねすることによって、今回の限定 NFT がプレゼントされるよということでね、非常にね楽しみになってきましたね。はい、ということでね、これね Twitter もねこうやってね出てるんですが、同じようにね、まあ、KYC 認証であった人もらえるよっていうのでね、出ております。僕もねこの間リツイートしたんですが、公式ツイッターここねフォローしておくと結構早い段階でね情報入ってくるのでいいかなと思います。そしてね左下に出ている僕のこのツイッターをねフォローしていただけると、その他のことだったりとかそういったものも情報取れたりするのでぜひお願いいたします。で KYC 認証ちょっとゲームをしながらどの場所かっていうのをね見ながらやっていければなと思いますが、アカウントね、大体ね、まあ、数十分でできるなって思うので、ぜひ登録してもらえればなと思います。はい、ということで、ゲームね、始めていきたいと思います。これね、右上見ていただくとね、キツネのマーク。まずこれね、一番重要なので、これがね、ないとゲーム自体がね、なかなかね、進まないので、これ必ずね、登録しておいてもらいたいと思います。概要欄に貼っておくので、やり方を、今回はこちら、割愛させていただきます。で、今回、で、これがゲームのマップになりますね、シーズン3の。こんな感じでね、たくさん出てて、これ僕のね、人なんですが、で、今回はこの上の右のアイコンなんですが、その前にね、サンドというものをね、これでね、溜まっていって、お金が稼げるよと。このステーキングっていうのを押すとね、このステーキングで、このお金をね、サンドというものを買って、入れておくと、毎週毎週、サンドが少しずつ溜まってきますよと、入れた分に対してお金が溜まってきますよっていう、まあ、銀行を預けるよりもね、いいんじゃないかなと思ってます。これね、1週間に1回こちら溜まっていくので、あと僕ね、あと土地も持っているので、こういうのが入ったりとかっていう特典はあったりします。こちらもね、一回ね、概要欄貼っておくので、そういうのを見てもらって、設定してもらえればなと思います。で、あとね、これプロフィール見ていくと、こんな感じでね、あるんですが、これね、僕が持っているもので、僕アバター持ってないので、ランド持っていて、まあ、あとこのオブジェクトを持ってるっていう感じで、こんな感じでね、これはね、アマテラスと月読みですね。これね、NFT 日本人限定でもらえたやつで、これもね、シーズン2をね、クリアするともらえたっていうやつで、結構ね、ハードル高かったんですけど、1000体ぐらい。で、当時出たばっかの時は1位差ぐらいついたのかな。そうするとね、多分その当時だと20何万とかだったと思うから、もっとあったかもしれない。40万ぐらいあったかな。わかんないけど、その時期だったから、時期によってはね、すごい額になるということでね、非常にね、今回のね、シーズン3絶対取っておきたいということで、これね、まあ、バッジももらえるんですが、今回ね、シーズン3みたいなのね、バッジも多分もらえると思うので、ぜひね、ここの設定から、このアカウント設定というところを押していただくと、ここからね、できるので、ぜひね、ここでね、登録してやってみてください。認証完了後はね、お金がね、ゲットできたりとかね、ランドのセールだったり、抽選会っていうのもね、参加できるということなので、非常に楽しみだなと思います。そしてね、まあ、FAQ ということで、ちょっとね、A1 で分かんないんですが、これね、翻訳っていうのを押してもらえると、これでね、翻訳できるので、できる限りね、こういうものは読んどいた方がいいかなと思ってます。
いろんな質問だったりとかっていうのもここに載ってたりとかすると思うので、KYC 何なのかなっていうのはこれ読んでもらえればなと思います。ここからはね、少しね、もうあの認証のことはもうこれで終わりなので、残りね25日で、このマップをねクリアしていくんですが、このねマップねクリアしていくと結構ねこのレベル今俺4なんですけど、これがね最大マックスまでいくと、抽選が今後もらえるようになると思うので、とりあえずねマックスまでは行こうかなと思っております。ただ全然ね忙しくてやる時間ないからな。はい、ということでねゲームをね始めていきたいと思います。ゲームねダウンロードするとこんな感じでねずっとねダウンロードしていきます。で、終わるとですねこんな感じになって、ユーザーネームとねパスワード自分で決めたやつを入れてもらえるといいかと思います。で下のねこのチェックボックスを入れとくと、次からね、そのログイン認証なしで入れるので、やっといた方がいいかなと思います。はい、ということでね始まっていくとこんな感じなんですが、早速ね始めていきたいんですが、今回はねもう触りだけということで、前回ねお教えしたように、WASD を使って、基本操作します。で、E でね話しかけたりするんですが、他のねことだとこういうような、押し方もあります。ということでねプレイナウで始めていきたいと思います。本当今回ね触りだけなので、こうやってね、右上のところの的、これがねミッションになりますね。こうやって取っていって、集めていく。でこれ今3になりましたね。3になってもこれがね、36集めるともうOK、ミッションクリアということですね。で、こんな感じで初めの触りだけやっていって、こうやってねここねハブっていっていろんなところに入っていけるんですが、これねスヌープ、これ僕の大好きなスヌープなんですが、これね10月の12日になったら、スペシャルクエスト解放されるよということで、その時に来てくださいねということですね。これ英語ね読めるとよりスムーズに進むんですが、分かんない人はね、翻訳ソフトを使ってください。これねまたこうやって広離して、ここはねもう入れるんですよ。これリックですね。僕これもねまためちゃめちゃ大好きなんですよ。ウォーキングデッド、これウォーキングデッドのコンテンツの世界に入ってゲームして遊んでみましょうねっていう話で、ちょっとね実際やってみたいなと思うんですが、このね動画は次回、はい、ということでね次回ね、ウォーキングデッド、配信できればなと思っております。その前にね、ピエさんのね、ホットサンドも挟まると思うので、ぜひまた見てください。バイバーイ。